たします。はい、第一に消費の活性化について議論します。消費動向の変化には若年層の所得の不安定化や消費の構造変化などの影響も考えられ、民間議員からは可処分所得を継続的に拡大するとともに潜在需要を顕在化すべきといった意見があります。このため経済界には引き続き処遇の改善をお願いするとともに、最低賃金の引き上げや同一労働同一賃金の実現のための法案の提出などの働き方改革を進めることで消費の活性化につなげていきたいと思います。第2に社会保険改革、社会保障改革について議論しました。民間議員からは1人当たりの医療費が高い地域は介護費も高くなる傾向にあり、健康増進や予防の推進とともに医療と介護を一体的に改革していくべきという意見があります。これに対して塩崎大臣からデータの活用やインセンティブ改革を通じて保険者機能が都道府県のガバナンスを抜本的に、強化するとの発言があります。2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、医療・介護ニーズも大きく変わっていくことが見込まれます。あと残り8年となりますが、それぞれの地域でどの患者も適切な医療や介護を適切な場所で受けられるようにしていく必要があります。その第一段階として、この3月までに全都道府県において地域ごとの将来の病床数を盛り込んだ地域医療構想の作成が完了し、目指す将来像は明らかになりました。今後は実行段階であり、構想の具体化に向けた工程と手段を決定していく必要があります。その際、データを最大限活用する、中長期的に持続可能で効率的なものとする、アジア諸国の模範にもなり得るようにするといった観点で取り組みを進めることが重要であります。民間議員の意見も踏まえ、塩崎大臣を中心に自治体の先進事例の横展開や病床のスムーズな転換方策と実効的な施策をスピード感を持って検討実施していただきたいと思います。総理、ありがとうございます。